ワクチンは感染症の予防に用いる医薬品病原体から作られた無毒化あるいは弱毒化された抗原そのもの、または病原体をもとにデザインされたメッセンジャー RNA や DNA の遺伝子配列を科学合成したもの、もしくは遺伝子組み換え技術によって大量発現されたタンパク質などを投与することで、 体内の病原体に対する抗体酸性を促し、感染症に対する免疫を獲得する。ワクチンは感染症予防において最も重要かつ効率的な手段であり、世界各国でワクチンの予防接種が行われている。ワクチンは特に抗生物質の効かないウイルス性の感染症に効果がある上、細菌性の感染症で増大している。 薬剤耐性菌への対策の関係上、予防医学において特に重視されている。予防は感染者の治療よりも費用対効果が高いため、ワクチンで予防できる病気はワクチンで予防することが望ましいとされており、特にアメリカなどではこの考え方が強い。感染症流行地域に入国する際には、該当感染症のワクチン接種が推奨されており、 特に欧熱ワクチンに関しては、入国に際して、接種を義務付け、イエローカードの提示を求める国家が存在する。ワクチンという名称は、ラテン語の馬鹿に由来する。世界初のワクチンである、天然痘ワクチンが、目牛から取られたため、この名が付けられた。発音は、イギリス英語で、爆睡英語発音、VKSN、アメリカ英語で、ベクスイン英語発音。 VKSN である。日本語のワクチンはドイツ語の発音に由来している。天然痘に一度かかった人間が免疫を獲得し、以後二度と感染しないことは、古くから知られていた。このため、乾燥させて弱毒化した天然痘の笠蓋を摂取して、軽度の天然痘に感染させ、免疫を得る方法がアジアでは行われており、18世紀にはイギリスから、 ヨーロッパへと広がったものの、軽度とはいえ天然痘であるため死亡者も発生し、安全なものとは言い難かった。一方、18世紀後半には、牛の病気である牛痘に感染したものは、天然痘の免疫を獲得し、罹患しなくなるか軽症になることが、経験的に知られるようになってきた。これを知った、イギリスの医学者、エドワード・ジェンナーは1796年、8歳の、 少年に牛頭の脳を植え付け、数ヶ月後に天然痘の脳を摂取してこれが事実であることを証明した。これが史上初のワクチンである天然痘ワクチンの創始となった。ジェンナーは1798年に牛頭の原因と効果についての研究を刊行して首刀法を広く公表し、1800年以降徐々に首刀は ヨーロッパ諸国へと広がっていくこととなった。天然痘ワクチンの製造法は確立したものの、この手法が他の病気に応用可能だとは考えられておらず、以後一世紀近く新種のワクチンは作られることがなかった。しかし1870年代に入ると、微生物学の発展の中で、ルイパスツールがニワトリコレラの予防法の研究を行い、 この中で病原体の培養を通じて、これを弱毒化すれば、その接種によって免疫が作られることを突き止めた。この手法でパスツールは1879年には、ニワトリコレラワクチンを、1881年には、炭素菌ワクチンを開発し、科学的なワクチン製造法を確立した。これによって、以後様々な感染症に対するワクチンが作られるようになった。 ワクチンの予防接種は多くの国で行われ、2017年時点では毎年およそ200万人から300万人の命を救っていると推定されている。ワクチン投与を柱とする感染症撲滅計画も推進されており、1958年に開始された天然痘撲滅計画では患者周辺への徹底的な主導によって1977年に 根絶に成功し、1980年に正式に根絶が確認された。完全に根絶に成功した感染症は2017年時点では天然痘のみであるが、ポリオなどいくつかの感染症でのワクチン投与による根絶計画が進行している。ワクチンの発明以来様々な病気に対するワクチンが、 開発されてきたものの、エイズなどのように未だにワクチンの存在しない病気も数多く存在する。2020年に世界中でパンデミックを起こした新型コロナウイルス感染症にはワクチンが存在しなかったため、製薬企業や世界各国が総力を挙げて COVID-19 ワクチンの開発を進めた。同年年末には数社がワクチンの開発に成功し、 12月8日にはイギリスでファイザー社のワクチンの接種が開始された。2020年時点で接種が行われているワクチンは大きく、性ワクチンと不活化ワクチンに分かれる。一方、COVID-19 ワクチンは RNA ワクチン、DNA ワクチンなど従来のワクチンとは異なる。様々な種類のワクチンが開発中である。BCG ワクチン毒性を弱めた。 微生物やウイルスを使用。体液性免疫、液性免疫のみならず細胞性免疫、細胞免疫も獲得できるため、不活化ワクチンに比べて、獲得免疫力が強く、免疫持続期間も長い。生産コストが低い上投与回数も少なくて済み、経済性に優れるが、発見は、偶発的なものに頼る部分が多いため開発しづらく、また弱っている。 病原体を使うため、ワクチン株の感染による副反応を発現する可能性が稀にある。免疫不全症で細胞性免疫が低下している場合は生ワクチンを接種してはならない。不活化ワクチンにはできない変異株など構造の異なるウイルス株にも対抗できる広域中華抗体が産生される。ジフテリア、破傷風混合ワクチン B 型肝炎。 ワクチンビーム原子菌ワクチンとも呼ばれる。競技の不活化ワクチンは、化学処理などにより死んだウイルス、細菌、リケッチアを使用。取り扱いや効果において同様である、抗原部分のみを培養したものを含めて、不活化ワクチンと称されることもあり、以下その定義に含められるものを挙げる。 生ワクチンにより副反応が少なく安全性が高いが、液性免疫しか獲得できずその分免疫の続く期間が短いことがあり、このため複数回接種が必要なものが多い。免疫不全症の場合でも投与は可能である。2歳未満の乳幼児では、タンパク成分を含まない、抗原部分だけでは免疫を弱気できない。このため、肺炎球菌ワクチンなどタンパクではない抗原を、 用いるワクチンでは、乳幼児に接種するに際しては別のタンパクと抗原を結合させるなどの工夫がされている。また、インフルエンザワクチンについては、1971年以前の全粒子ワクチン使用による副反応の危険性が大きかったことや、それとは異なる現行の安全性の高いワクチンでも100%発症を抑えることはできないことから、 接種を避けるべきとの意見も依然として存在する。しかしながら、ハイリスク群の人がインフルエンザに罹患した場合に、肺炎等の重篤な合併症の出現や入院、死亡などの危険性を軽減する効果が世界的にも広く認められている。これが国際連合の世界保健機関や世界各国が特にハイリスク群に対する インフルエンザワクチン接種を積極的に進めている理由である。日本未承認その他、今後多数。ウイルスベクターワクチンは、安全なウイルスを使用して病原体の遺伝子を体内に挿入し、表面タンパク質などの特定の抗原を作り出して、免疫応答を促すものである。ある病原体の産生する毒素のみを、あらかじめ抽出して、ホルマリンなどで処理し、 毒性を抑えて抗原性のみを残したものを人体に摂取し、その毒素に対する抗体を作らせるもの。病原体そのものを攻撃する抗体を作らせるわけではないので、厳密にはワクチンに含めないという考え方もある。ウイルスから特定のタンパク質を管理し、これを単独で投与することによって、免疫系に一つ以上の抗原を提示する。ある種の細菌は、 免疫原性が低い多糖類の外殻を持っている。これらの外殻の多糖類を、タンパク質単体と結合させることにより、免疫系は、多糖類を、あたかもタンパク質抗原であるかのように、認識することができる。この方法は、インフルエンザ菌、B 型ワクチンに採用されている。一種ワクチンは、ジェンナーワクチンとも呼ばれ、他の動物の病原体であるワクチンであり、 治療対象の生物に病気を起こさないか程度の病気を引き起こす。古典的な例は天然痘の予防のためにジェンナーが牛糖を使用したことである。現在の例では結核予防のために牛型結核菌から作られた BCG ワクチンの使用である。メッセンジャー RNA ワクチンはメッセンジャー RNA を含む新しい種類のワクチンである。 拡散 RNA を保護的脂質シェルの中に包み込むことで作られる。COVID-19 パンデミックを撲滅するために2020年から COVID-19 ワクチンとして多数の RNA ワクチンの開発が進められており、アメリカ合衆国では一部のワクチンに対して緊急使用許可が出された。VLP ワクチンはウイルスと同様の外部構造を持つが、 遺伝子情報を持たせない、そのため感染はしないが、高い免疫獲得効果が期待できるワクチンであり、安全性が高いとされる。植物由来ワクチン植物由来ワクチンは2021年現在、実用化されていない。田辺三菱製薬株式会社の連結子会社である、メディカゴ社が、 新型コロナウイルス感染症のワクチンとして、植物由来のウイルス様粒子ワクチンを開発し、カナダにて臨床試験を終了し、カナダ政府の最終承認を待っている状態である。承認されれば、世界初の植物由来ワクチンとなる。日本でも2022年3月までに、承認申請を目指している。 実験的な DNA ワクチン送達のためのエレクトロポレーションシステム多くの革新的なワクチンも開発中で使用されている。ほとんどのワクチンは微生物を不活化または弱毒化させた化合物を用いて作られているが合成ワクチンは主成分または全体が合成ペプチド、糖質または抗原などで構成されている。 ガーダシルの注射状況比下注射、筋肉内注射が多いが、蛍光性ポリオワクチンやロタウイルスワクチンのように直接口に飲むものも存在し、また鼻にワクチンを吹きつける警備ワクチンも開発されているほか、BCG のようなスタンプ式の製品もある。強力なワクチンの場合は1回で接種を済ませられることもあるが、ほとんどのワクチンは2回以上の接種が必要となる。 これは一回の接種ではそれほど得られる免疫が強く、ない上、多くの場合複数回接種では得られる、免疫力が大幅に増大する、いわゆるブースター効果が起きるためである。日本では、生ワクチン接種後は27日以上開け、不活化ワクチンの後は6日以上開けることが規定されているが、医師の判断で必要と認められた場合には、同日複数接種も可能である。 同日接種を行うことによって安全性、効果が変化、相乗することはなく、またがいや懸念事項も存在しないため、迅速な免疫獲得や来院回数の減少などのメリットが大きい同日接種は推奨されている。一度に接種できるワクチンの数に制限はない。また、 同日接種の際、ワクチン同士は2 5トル以上の間隔を空けることが求められる。現場で勝手に複数のワクチンを混合して接種することはできない。冬やアメリカ疾病予防管理センターは原則として以下のような標準を定めている。その他にメーカーが追加のルールを指定することがあり、例えば、蛍光性チフスと、 傾向不活化これらワクチンは8時間の間隔を空けるというルールがある。一市一本接種は上記免疫応答理論や接種本数の制限を受けるため受診者、海外渡航者の立場からは現実的ではない。日本以外で使用されているワクチンは世界で生活されている在外日本人も東洋人も通常接種されている。日本人に 外国製ワクチンと接種用法などを敬遠する医学的根拠は何も提示されていない。弱いとはいえ病原体を接種するため望まれない反応も起こすことがある。軽微なものとしては、投与部位の発赤、主張、頭痛官房様症状などがある。重大なものとしては、無菌性髄膜炎、血小板減少性市販、水炎などが知られる。 ワクチン接種後の自己免疫疾患は稀に報告され、ウイルスなどの感染が引き金となる。稀な、重篤なこれらの疾患は、ワクチンの接種によっても起こりうる。全身整理手間等です。関節リウマチ、炎症性ミオパチ、多発性硬化症、ギランバレー症候群などがあり、ギランバレー症候群では報告のあったワクチンは他と比較して多様である。 試験ではつかめなかった低い頻度の副作用の発生が検出されるよう迅速に情報収集がなされる。時に薬害事件へと発展し接種中しワクチンの改良が行われる。2014年のコホート研究のメタ解析はワクチンと自閉症との関連に否定的であった。ワクチン開発は まず病原の培養や不活化、弱毒化などの基礎研究を行った後、動物による非臨床試験を行い、その後3段階に分けて臨床試験を行う。試験終了後に国による承認審査が行われ、承認されれば生産体制を整え、販売が始まる。この承認審査は各国ごとに行われ、 ある国で承認されたワクチンでも他国で使用する場合には当外国での審査が改めて必要となる。ただし、ある国で感染症が流行し有効なワクチンが存在しないときは緊急対策として他国からワクチンを輸入し審査なしで使用することが認められる場合がある。ワクチン開発の際重視される条件は感染症予防、重症化阻止の効果。 副反応などを最小限に抑えた安全性、そして開発、生産、接種コストを中心とする経済性の3点であり、これらのうち一つでも顕著に問題が存在した場合は実用化話されない。こうした厳しい条件を満たす必要があるため、ワクチン開発にかかる期間は非常に長く、最短でも10年近くは必要となる。ワクチン開発には、 多額の資金と期間がかかる上に多数の人々に接種を行う関係上巨大な生産力も必要となるため資本力に優れた大企業が開発、供給を主導する傾向にあり、河川化が進んでいる。2019年にはイギリスのグラクソスミスクライン、アメリカのメルク、アメリカのファイザー、そしてフランスのサノフィの4大企業で ワクチン市場の79%のシェアを占めている。これに、スイスのノバルティスを加えた5社は5大ワクチンメーカーと呼ばれる。ワクチン市場は巨大であり、2018年には3兆9500億円の市場規模を持っている上、さらに急速な拡大が見込まれている。新たな感染症に対するワクチン開発は、 多額の投資と時間を要するため、流行が収束して関心が低下すると資金が、滞り中断を余儀なくされることがある。グラクソスミスクラインの例では、エボラ出血熱に対応するワクチン開発を長らく言ってきたが、臨床試験の最終段階の時点で流行が広がっていたのは、最貧国のコンゴ民主共和国であり、金銭的リターンが事実上見込めないとして、 開発継続を断念。ワクチン広報を2019年までにアメリカの非営利機関に昨年譲渡した。日本では1849年にオットーゴッドリープモーニッケが天然痘の糖病を輸入し、以後本格的に首都が全国に広まった。1909年には首都法が施行され、1948年には予防接種法が制定されて、 天然痘以外の感染症でも予防接種が義務化された。1964年に始まったインフルエンザワクチンの被害を訴える訴訟は1980年代まで長く続き報道された。続く予防接種による訴訟によって1976年に予防接種法が改正され救済制度が設立された。裁判は長期化し、その結果は国の敗訴。 和解となり、予防接種は効果の少ない一方で、副反応が多発する、怖いものという誤った認識が国民だけでなく医療関係者にも定着。1994年には強制予防接種が緩和され、定期ワクチン接種は義務から干渉にとどめられることになった。ただし定期接種は国策として行われるものであるため費用助成が行われており、 ほとんどの場合無料である。日本は1980年代まで世界に先駆けてワクチン開発を行っていたが副作用による訴訟が相次ぎ厚生省とメーカーが開発、接種に消極的になり新たなワクチンの大規模な開発はほぼ行われなくなった。1990年代以降海外で続々と開発されたワクチンが 日本ではほとんど認可されず、ワクチンギャップと称されるほど他国に比べ、ワクチン開発が遅れた状況となった。この状況は2007年以降ワクチンの認可が、急速に進められたことで、やや解消されつつある。2000年代に入っても、日本の炎ワクチン接種後の急性散在性能、脊髄炎発症、皮膚ワクチンと小児用肺炎球菌ワクチン、同時接種後の死亡。 子宮頸がんを予防する HPV ワクチンの接種干渉差し控え等の事例があり、マスコミがワクチンの負の面を強調する報道をしたこともあり、国民の不安は増大した。日本で予防接種が徹底されないために、2007年にはカナダに修学旅行に行った生徒が、現地では根絶されているマシンに感染したため、ホテルから外出禁止となり、 修学旅行が打ち切りになり帰国することが報道された。ただしこれにより、マシンワクチンの接種は徹底されるようになり、2015年には、冬が日本をマシン排除国に認定した。小児用の皮ブワクチンは、先進国に大幅に遅れて認可されたが、当時アジアで認可されていないのは、北朝鮮と日本だけであった。日本の主な製造メーカーを挙げる。 日本国内のインフルエンザワクチンの製造元は2021年7月現在、第1三協、ケムバイオロジクス、半大微生物病研究会、ンカである。2010年6月、新型インフルエンザのパンデミックを受け、専門家による対策総括会議で、ワクチン製造業者の支援や、生産体制の強化が提言された。国家の安全保障という観点からも、 国内のワクチン生産体制の強化が求められた。しかし、実際には事業仕分けなどにより、政府の資金的支援がうまく行われなかった。日本でルフするワクチン有害説について、ごく説明、理論の論理性、理論の体系性、理論の普遍性、データの再現性、データの客観性、データ収集の理論的妥当性、理論によるデータ予測性、 社会での公共性、議論の歴史性、社会への応用性の10項目からなる、科学性表情の10条件に基づくと、理論の適用範囲に大きな問題を抱えており、データの面からもこれを支持できる有力な根拠はなく、典型的な疑似科学的言説であると結論付けられている。ワクチンの危険性やワクチンへの不安をもとにワクチンを、忌避する、ワクチン寄避や、 反ワクチン運動が、これまでに、多くの国で起こってきた。ノーベル経済学賞受賞者、ダニエル・カーネマンの2015年のことによれば、人々は、巷で流行する疾病で死ぬよりもワクチンの副作用で死ぬことを恐れる場合があるのだという。もしワクチン接種後に、子供が死んでしまったら、子供にワクチンを受けさせたことがその親にとって、多大なトラウマになってしまうというのである。 カーネマンの著書で二つの思考プロセスに言及している。一つ目は、何か感情を揺さぶるような出来事が起きた時に、働くような自動的で即座の思考プロセスである。二つ目は、落ち着いた意識的労力を伴う思考プロセスである。ワクチン接種の損得を考えるときには、 一般的に2番目の思考プロセスが使われるが、ワクチンの副作用で子供を危険にさらすといった恐怖が1番目の思考法を促してしまうわけである。統計的データよりも感情を揺さぶるような個々のケースに我々は強く反応しがちなのだとカーネマンは述べる。リュック・モンタニエはエイズウイルスの発見でノーベル医学生理学賞を受賞した人物だが、2018年にも ワクチンの過信は危険だと訴え、アルミニウム塩の使用に脳や健康に影響を与える可能性があるため、これをカルシウム塩などに変える必要性やワクチンに関する研究の必要性を訴えた。例えば乳酸菌を用いた傾向のワクチンが開発中である。2017年にはイタリアで子供が予防接種を受けるかどうかには、 自己決定権があるとするフリーバックスという運動が開催され、数千人が集い厚生労働大臣に抗議を訴えた。イタリアではワクチンの副作用の噂による接種拒否でマシン患者が3倍に急増したことを受け、2017年5月から国立保育園、小学校に入る6歳以下の児童に12種類のワクチンを義務付け、 未接種児童の保護者に罰金を課している。ありがとうございます。